中澤正隆は、日本の工学者、物理学者。専門は、通信工学で、エルビウム添加工配場増幅機、光ナイキストパルスの開発で知られる。東北大学電気通信研究所長や、電子情報通信学会会長を歴任。山梨県東厚代郡と与富村生まれ。1971年山梨、県立甲府南高等学校卒業。 1975年、金沢大学工学部電子、工学科卒業。1977年、東京工業、大学大学院理工学研究科修士課程修了。1980年、東京工業大学大学院、総合理工学研究科博士課程修了。東京工業大学工学博士。1980年、日本電信電話校舎入社、茨城電気通信研究所。 1984年85年 MIT 電子工学研究所客員研究員。1989年日本電信電話電装システム研究所グループリーダー。1994年日本電信電話研究開発本部特別研究員。1999年 NTTR&D フェロー東北大学電気通信研究所客員教授。2001年 東北大学電気通信研究所教授に就任。2008年東北大学ディスティングリッシュトプロフェッサー。2010年東北大学電気通信研究所長。2011年東北大学電気通信研究機構長。国立大学府地研究所センター長会議会長。2012年東北大学総長補佐。東北大学国際高等研究教育機構長。 2018年金沢大学理事、東北大学電気通信研究機構特任教授、ディスティングイッシュトプロフェッサー。2019年電子情報通信学会会長。IEEE、e、フェロー、アメリカ工学会フェロー、電子情報通信学会フェロー、電子情報通信学会名誉院、応用物理学会フェロー。ありがとうございます。